手乗りクマはサンリオでデザインされたキャラクターである。2005年開発。身長4センチメートルの小さなクマで手乗りクマコーヒーというコーヒーショップで働いているという設定。設定は変更されていることがある。2007年現在の設定で過去の資料は異なる可能性がある。講談社の漫画雑誌。 仲良しにて2007年6月号から2008年12月号まで、プチッと、手乗り熊という題名で連載された。ユミミが作画を担当している。単行本は、同社のプレミアム KC から一巻が刊行されている。コミカライズのみのオリジナルキャラクターとして、手乗り熊、コーヒーオーナーと、その娘、ココアが存在する。いちご新聞の読者投票企画。 サンリオキャラクター大賞では第26回の30位が歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞51位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画であるこれやります宣言で25位以内ならて乗り熊、ま、コーヒー特製のコーヒークッキーを発売すると宣言していたが、ランクインを逃し実現とはならなかった。 エントリーキャラクターが80キャラクターに減少した2019年以降は出場なし。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストでは、手のりくまのサブキャラは、ミスタースチームがノミネートされ37位にランクインされている。第2回のサブキャラコンテストでは、 マドラーさんがノミネートされ47位にランクインされている。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、手乗りクマのサブキャラは全てトップ2 1圏外のため、ノミネートなしであった。ありがとうございます。